ねえねえねえ、このさ、なんか豪華なセット？豪華なセットは何のセットですか？はい、いや、もう終わるやんって、終わんないよ。30分から40分間くらいで終わるね。どうもどうも。ねえ、昨日サイレント見た？サイレント見た。ね。もう昨日もサラノは泣きましたよ。リアタイでマミーと見ながら、サラノは昨日も泣きました。泣いてお風呂に入って寝ました。 泣いて切なくなってお風呂に入って寝ました。 ね、泣くよね、泣けるよね、あれは。しかもなんかリホさんの役がさ、なんかね、なんとも言えませんよね。ああやって痛くなっちゃうのかな、やっぱりね。ドラマで泣けん、なんで？ドラマでみんな泣けないタイプですか？サーノはドラマでめっちゃ泣きます、泣きます。ドラマ、みんなドラマで感動して泣いちゃうタイプですか？お疲れ様ご。755とにらめっこして、配信のお知らせを待ってたらショールームの通知来て焦った、ごめんね。明日劇場行ってくる。お、楽しんできて。ヤス1983さん、クマちゃんありがとう。かわいいクマちゃん。ね、この背景本当に何の背景ですか？かわいらしい。なんか美女と野獣の世界に入り込んだみたい。やない？ね。こんばんは。かわいいクマちゃんありがとう。あの電話してるシーンの場所分かった。え、あの最後すごい、あれめっちゃ道端やったけど分かったっちゃ。すごいね、有名なロケ地なんですかね。 何の動き？なんか急にこういう動きしてしまった。 どういう動き？分かんない。ああね、そう、松田選手ね、読売巨人軍さんに行きますね。夜に電話してるとこあるやろ？電話して、あれ昼間だったの？あれ？夜に電話して、電話で喋るのに耳に当ててるシーン？あれ昼、夜？あのシーンかな。こんばんは、リボンさん。ワサップさん、ハートありがとう。引き返したしね、やっぱ夜か、あれは。あれよね、カホさんが、リホさん？ん？待って、どっちだ、名前。ちょっと待って、名前忘れた。どっちだ？あの女性の方が、ボブの電話して、電話しようとして、で、ソウにも電話が行っちゃって、あれだよね。でも川口春奈さんが来て、つぐみ、あ、つつつつつつむぎが来て、そう、伏せたシーンですよね。こんばんは、ケントレイさん、お星様、魔法のやつありがとう。ナーラブさん、レインボースターありがとう。山の手通り、ええー。孫の妹役の女優さん、多田恭香ちゃんに似てると思うのは私だけって。
私だけ、私は思わない。もうソロも思わんかも、うん、ひよりちゃんだよね。うん、可愛いですよね。おはようグルッペン、うん、ひよりちゃん、ひよりちゃんでしたっけ、ね、な何かに出てましたよね。うん、ハイアンドロー、いや違うかな、なんかに出てた気がする、めっちゃ前忘れた、なんかに出てましたよね、昔の、うん、かわいい。今週も使いそう、あ、そっか、そうやんね、今日金曜日だ、あ、そうだよ、今日皆さんポッキー&フリッツの日、違う、ポッキーの日ごめんなさい、ポッキーの日でした。ポッキーです、こんばんは。明日は会員限定の17期公演だからちょっとすごい楽しみなの。楽しんできて、17期ちゃんの公演いいね。ただいま恋愛中でしたっけ。あ、あれがあるんですよね、ただいま恋愛中で、だるい感じ、なんだかだるい感じ、呼吸するのも面倒。あ、ウランちゃん嬉しかった、空色とオレンジのうちはありがとう、漢字で大きく空の、でもめっちゃ嬉しい、あれありがとう、空のスクショした。うん、ポッキーないからじゃがりこでも食べます、まあ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 、まあ、ギリセーフ、ギリセーフだわ。うん、ひでりんごさんも劇場楽しんできて、なんだかだるい感じ、呼吸をするのも面倒、なんだかだるい感じ、帰らなくたっていいんじゃない、何をしてたっていいんじゃない、遠くに行ってもいいんじゃない、だらだらちゃん、タラチャチャチャ、ダレランタラタラタタラン、タントゥツツンツツツツン。そう、そのね、嬉しい、あの投稿してくれて嬉しかったものとか、そう、写真とかついてたものはスクショしちゃう癖があるんです。そう、そう、うちわとかめっちゃ嬉しいもん。うん、ヤマト運輸から明日キャラーニーから投函のメール来たけど、8月のお話し会のサラノからのサイン来るかなって、あ、楽しみやね、抹茶子、あー、カズ兄さんだ、寿司とポッキー食べてるぞって、うわ、食い合わせじゃん、いいね、美味しそう、最高な組み合わせ、ヤッホー、またカラオケ配信よろしくねって、もちろんまたやります、さあちゃん見てくれるとって、もちろん、あのさ、ストーリーとかメンションしてくれたらほんと見てるよみんな、うん、さあの見えてます。そう、メンションとかやとそういいねしやすいかも、いいねしやすい、うん、そうですね、さっき通知来てびっくりした、のの筋ゆうちゃんハートありがとう、お寿司とポッキーの組み合わせ最高、なんかだってお寿司もポッキーも美味しいやん、まあ組み合わせ的には悪いけど最高な組み合わせ、美味しさ的にはいいねしてくれると、うん、メジューしてくれたらもちろんそのに届くのでね、そのうちわでサラノに会いに来て、うん、あ、お話し会の画像のやつね、ありがとう、作ってくれて、メンションしてくれて、メンションしてサウナのことをたくさん、あの広めてください、ぜひ。美味しさ的に合わない、いや違う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 、それぞれの美味しさ的に、それぞれの美味しさ的に、はい、
インスタちょっとずつマスターしてるって、のんちゃんのおかげでって。なんかのんちゃんって言われると、あのみつほ、もうみつほの呼び名って感じなので、あれですね、みつほ、みつほが出てくる、うん、みつほに呼ばれた気分になる。そう、そういうのはのんちゃんはもうみつほにしか呼ばれない呼び方なので、そう、みつほに会いたいな、ドキちゃんに会いたいよ。ポッキーを箸にして寿司食べてみたって、うん、変わりすぎ変わりすぎ、うん、あのモテッともあの折れんかった。のんちゃんよりさーちゃん指がいいって。なんかのんちゃんは、のんちゃん指はめっちゃ嬉しいんですけど、もうなんかみつほのものって感じなんですよね、私的に。なんでも嬉しいです、なんでもいいですよ。ポッキー&、やっぱポッキー&プリッツの日か、うん、こんばんは。ポッキーも味がとても多いですね、サーナの魅力のようにって。あ、うまいね、うまい、嬉しい。うん、卒業したらのんちゃんに行くのかと言われたことある。そんなこと言われたことあると、みつほかわいいな。のんちゃんって呼び名も可愛いんじゃないって。うん、可愛いよね。うん、さ、あののんちゃん指めっちゃ好きなんですよ。そう、みつほがつけてくれて、さあちゃんのグッズがどんどん増えて幸せ感じてる。もう最高、嬉しい、ありがとう。何、ポッキー何味が好き？極細、極細、白いやつ。サーノの言葉がカズ兄さん可愛すぎに聞こえる。お得な耳を持つカズ兄って。違う、あの違う、うん、いいよ、それでいい、分かった。磯風さん可愛い、ありがとう。クロサギ始まったって。そう、なんかクロサギ見たい方がいるかもしれないから、あの何、10時までに終わらせた方がいいかなって思ったけど、ごめんね、かぶせちゃって。お疲れ様。ぬぬぬ、なんかあだ名がいっぱいあって楽しいですよね。そういえばサイレント今回もう爆泣き案件だったね。でもめっちゃ泣いた、泣いたよ。もうのんちゃんって、はい、極細は食べた感じがしない気がするんやけどって。美味しいから。今日サラの、ちなみに極細食べたから。極細食べたよ、モミーと。うん、極細ポッキー、え、ポッキーサラの、うん、食べれました、ギリ。2月18日のレーン迷うって、サラのところ17期も推しがーって。サーロンに会いに来るべし、めっちゃるよ。うん、サイレント見れんかったって。あ、シスターごめんごめん。もうさ、サイレントにサーロンあれだ、呪われ、いや呪われてるじゃない、何、なんていう、洗脳されてる、なんていう、うん、うん、そうですね、のめり込みすぎてます。シスター見れんやったわ。あ、待って、シスターさ、やっちゃった気がする。シスターって何時からの枠？リボンさん、かわいい、ありがとう。ね、シスターも見たいね。シスター誰が出てるって言ったっけ？19連当たること期待してますって。ね、めっちゃ期待してるよ。本当に逆に期待しちゃうから、もう本当に当ててね。サーノンファンの皆さん、よろしくお願いします。そう。得意なの、サーノンパッと見。サイレント、昔のドラマを見、思い出すって、そう、今日ポッキーの日よ。ポッキー買うの忘れた、買いに行こう。多分日付が変わる時間、あ、めっちゃ遅いね、めっちゃ遅いね。東京着いたけどやっぱあったかいなって。あ、そっかそっか、東北から来たらあったかいよね、確かに。九州ね、めっちゃ
今日なんか長い、あ、長いじゃない、長袖のトレーナーでね、お外出たの。暑かった。それでお外歩いたら汗かいちゃったので、次外に出るときは半袖を着てちょっと一枚羽織って出ました。サーノンが一押しで、ミズミンが二押しだから、二人とも同じレーン当選したらいいなって。来てね、19レーン応募したけど DD と言われそうで怖すぎるって。え、そんなことない、そんなことない、待ってる。今家にシャインマスカットのレアチーズケーキ、え、待って、シャインマスカットのレアチーズケーキ、もうそれはサーノのものじゃない、違う、サーノのためにあるもの、サーノのために買ってきてくれたの。シスター、マジで女の闇が書かれすぎて昨日悲鳴あげたって。ねえブランちゃん、誰が出てる、どなたが出てますか。シスター、なんかシスター、なんか名前からなんかちょっと怖そうなイメージある。うん、なんか怖そうなイメージ、なんか、なんやろう、なんかグロそう。そんなことないかな。女の闇、怖ー、怖怖怖、女の子闇怖いね。こんばんは、うん、なんさん、ガラスの靴ありがとう。今期のドラマ当たりが多いねって。今期のドラマサイレントを一番ちゃんと見てますね。他のドラマも見たいな。もうなんか来週のサイレントが見たい。来週になってほしくないけど、来週のサイレントが見たい。サイレントしか見てない。サイレント一緒ほぼ。メンバー同士は闇ないよね、ないよ。サイレントもう繰り返し、あ、もう折り返しらしいね。そう、今回、昨日が6話やったっけ。そう、次7話もう終わっちゃう。あと3話ぐらいかな。何話まであるんやろ。でももうなんか終わりそうな内容になってきてますよね。展開がね、早いね。ファーストペンギンとクロサギ、トラベルナース、祈りのカルテとかも見たいな、うん、ドラマ見たいね、いろいろ。なんかさ、本当に毎回言っちゃうけど、3話とか4話とか言っちゃうとね、サロン、あー諦めちゃおうってなっちゃうんですよ。もう1話から見たいタイプなので。あ、山本舞香さんのやつね。なるほど。あ、溝端淳平さんもすごイケメンだよね。佐藤大樹くん、佐藤大樹くん、あ、わかった、あれだ、なんだっけグループ、あれですよね、佐藤大樹さんはエグザイル、うん、エグザイルさんかな、ジェネレーション、うん、エグザイルさんかな。滝本美織さん、そう、祈りのカルテとかもみたいな。でも進んでそう、毎感じだから。なんか知ってる、何やっけそれ、 TikTok やない、 TikTok、 うん、なんか流行ったわね、それ。毎回来たから。なんだ、今日あれじゃない？あ、ファンタスティックス。はい、すみません。
ファンタスティックスらしいです。わかんない、どっちか分からんけど、今日あれよね、金曜ロードショーが、金曜ロードショー、そしてバトンは渡されただっけ、見たい、あれめっちゃ見たかった、ずっと見たかった映画で、そう、でも見れなかったな。見てる？見たい、めっちゃ見たい、めっちゃ見たい。あれ見てました、カットちゃんペ、カットちゃんペの方見てました。キンスマ、映画館で見た1年前、もう1年前やっちゃう、早くない？めっちゃ早いね。え、そうね、田中圭さんと永野芽郁さんと石原さとみさんも最高すぎん、みたいな。なんかで見れんかな、なんかで見れないんですかね。見たかったな。今日そう、そういえばあるって思って、でも見れなかった。最近映画見てへんって。最近そんも映画見ちょらんな。最近今何、最近今ってなんか変だけど、今最近あの映画何が流行ってるんですか。何が流行っちゃう今映画。トップガンとかもう終わっちゃった？あ、この間ね、なんか飛行機でなんか映画が見れて、でトップガンを見てたんですけど、途中寝ちゃってました。涙腺状態だとサイレントより爆泣きした記憶がある。え？そんな泣くと？そうなの。じゃあ次の日何もないや、ない日、ない日がいいな、見るのそれ。次の日目がやばいことなっちゃう、パティンね。あ、ルローニケンシン、めっちゃ前やないそれ。ルロケンね、佐藤健さんだ。武井絵美さんもかな。で、今何が流行っちゃった？みんな最近何見ました？映画じゃ。映画何見た？あ、AKB カフェ行ってきたよって原宿の。あ、嬉しい。ありがとうございます。手前の大泣きぶりだった。な、過呼吸なる手前の。待って、そんな泣くとやばいね。じゃあそういうの見てたら今日ショールーム過呼吸だったってことね。トメさん、あ、ガンダム、おお、ガンダムね。ガンダムファンってこと？ガンダム。のんちゃん眠そうだね。のんちゃんちょっと眠いかも。のんちゃんちょっと眠いかもね。コンサート状態、どういうこと？今日は寝るだけ。のんちゃん全然メイクバッチシ、メイクバッチシ、割と、いや、マスカラとかはしちょらんけど、メイクしてます。イエス、メイクです。来週 AKB コラボカフェ、いいね。長野芽郁ちゃんの泣き方が余計に悲しくなるんだよねって。どういう泣き？シクシクみたいな。
えんえんじゃなくてシクシクみたいな感じ。うん、見たくなっちゃった。見たいな。お疲れ様んごー。あ、AKB でね。あ、そういうことね。コンサートの時過呼吸、そういうことか。そういう感じになるってこと。そう、確かにそうね。そうなくんですね。そう、じゃあ今日見なくて正解。過呼吸でヒックヒックしながら配信はバーサス100番ですね。100番、ウェーンって感じ。そっち、そっち。待って、そういうのさ、全然どういう話か分からんからさ、想像つかんけど見たい。うん、なんか感動するって聞いたので。てかもうキャスト最高ですよね。キャストさん最高、見たい。うん、ウェーン系なんや。そうやっちゃう。カラスのかおこさん、花束ありがとう。見たいな。そしてバトンは渡された。うん、フラノは昨日久しぶりに1リットルの涙見ました。うん、1リットルの涙見た。やっぱ悲しくなりますね、あれを見ると。磯風さん、ハートありがとう。1リットルの涙見ました。絶対泣くと思う。サイレント泣くならバトンも泣ける。絶対泣くね。絶対泣くわ。合唱してる。何の歌。あ、やっぱ聞かない。やっぱ聞かん。やめて。うん、懐かしいってことは合唱コンクールの曲ってことね。うん、なんかピアノがありますよね。ピアノすでにうるうるしてるやんって。いや、それもは、うん、あくびでうるうるしてるんです。そう、温泉でまったりしてました。いいな、温泉入りたい。 TikTok で1リットルの涙の場面よく見ると。よく見るの。よく見ると1リットルの涙も泣くよね。めっちゃ泣く。1リットルの涙は泣く。1リットルの水飲みましたね。違うよ、違います。ねえ、もうわさぴさん、わさぴさん、ほんと笑わせようとしてくるよね、いつも。そういうの好き。うん、1リットルの水飲みましたに、ね、聞こえたの私だけって。もうわさっぴさんだけです。はい、最近泣けるドラマとか映画見るの大好き。わかる。なんか泣けるドラマ映画を見たくなる。なんか時期、気持ちの時期ありますよね。うん、でも基本するのそういうドラマが好きかも。なんかしっとり系っていうか、そうね、しっとり系、うん、好きかも。のんちゃんそういうの好きなんか。元気出るよね。サーノに、あ、そう、2リットルですが、まあ1リットルの涙という名前なので、はい、全部聞き間違えかと思われます。はい、あ、そう、バラード系。そうね、なんか泣ける系好きですね。うん、でも泣ける系見たら心がしっとりしちゃうけど、しっとり、なんて言ったらいいかな、心がね、そんな感じになっちゃうけど、でもなんか好きなんですよね。次が見たくなっちゃう。うん、わかりますか。そう、なんか好きです。
なんかいろんな種類のドラマ好きやけど、そうね、なんかしっとり系っていうか、なんかさ、好きですね、そういうなんか、なんか悲しい系っていうか。こんばんは。ドゥン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 。そうなの、1頭の涙ね、多分4歳ぐらいの時に好きになったんですよ。3歳とか、めっちゃちっちゃい頃に好きになって、好きになってっていうか、そんぐらいの時期にやってたと。そうやっちゃって、多分初めてハマった、いや初めてハマったドラマなんかな、あれは。でも奥様は魔女か1リットルの涙、どちらかがサーノンが覚えてる中で一番最初にハマったドラマとかだと思う。ナーラブさん、レインボーさん、ありがとう。ハッピーエンドじゃなくて、ちょっと寂しく終わるの好き、本当に。わかる。ハッピーエンドで終わってくれたらね、一番いいんですけど。そうね、確かに。今までで見たドラマで一番好きなのは、一番って聞かれるとめっちゃ難しいと思うね。でも1リットルの涙はめちゃ好き、めちゃ好きっていうか、悲しいドラマやけど、そうですね、なんやろな、コードブルーも好きだし。1リットルの涙、本当に泣けるドラマ、めっちゃ泣けるよね、わかる。奥様は魔女はアメリカのやつなら知ってる。そう、アメリカのやつやっちゃうけど、サラノンは原田泰造さんが出てる方の、米倉涼子さんと原田泰造さんの方の日本版、そう、夏木マリさんがおばあちゃん役の魔女役、そう、そっちが好きでした。ちっちゃい頃見てた、めっちゃ見てました、録画して、そう見てました。サニー、サニーかな、サニー、サニーかなってドラマ、バリ泣けるよって。誰が出ると、オレンジデイズ、待って、オレンジデイズ見たっけ、サノ見たかも。いや待って、オレンジ、オレンジとオレンジデイズ違う、待って、オンリーヒューマン聞いただけで1リットルの涙出る自信ある、わかる。あれいかんよね、本当に。あの主題歌本当にダメ、めっちゃ泣かせに来てる、すごく当てはまりすぎて。悲しみの、あるというよ、昨日めっちゃ聞いたわそれ。たどり着くその先には何が僕らを待ってる、じゃらん。めっちゃ泣いちゃうよあれは、本気で。昨日めっちゃ聞きました。そう、なんかあの流れるタイミングがさ、ドラマってなんか曲流すタイミングが絶妙すぎて泣けるよね。サーノン何分から始めたっけ、40分だったらじゃあ教えてね。めっちゃ絶妙よね、わかる。主人公めちゃくちゃいるんだけど、めちゃくちゃいる、おると。一番の主人公は篠原涼子さんと広瀬すずさん、すごっ。あ、太陽の歌ね、待って、太陽の歌は今日サーノン車で聞いた。どれだけ愛するよね、君がいれば笑って泣いて。いいよね、太陽の歌めちゃくちゃいい、好き。なんか
あれはもう粉雪も全部3曲とも。他になんか曲ありましたっけ？1リットルの涙、1リットルの涙本当に泣かせに来てます。あれ曲が全部すべて。カズ兄さん、ガラスの靴ありがとう。え、山本舞香さんと池田エライザさん、え、渡辺直美さん、めっちゃ豪華やん。そう、エリカ様、オレンジもいいよ映画ね。オレンジがさ、あれ山崎賢人さんのやつ、土屋太鳳さんと、それ見たことあるわ、その映画館で。太陽の歌好きな曲の一つです。あー、いいね、素敵な曲ですよね。うん、綾瀬はるかさんが出てるドラマ、なに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 、それひも女、うん、待って出てこん、うーん、綾瀬はるかさん、うーん、なんだっけ、藤木直人さんのやつ、違うかな、なんだろう、サニー見てみたいな、サナーって、ヤッホーキノピーさん、トカチンさん、ハートありがとう。なんだ、どれだ、ひも女、待って待って出てこん、あ、ホテルの光、うん、違う、それともセカチュウ、セカチュウ、あれ、アイスはるかさんやねっけ、セカチュウ、なんか泣いてる、なんでなんでなんで、あ、セカチュウだ、セカチュウだ、あれ泣けるよね、わかる、泣けるよね、あれは泣ける。でもさ、もうなんかあれやっちゃった頃ね、セカチュウやりよった頃、小さすぎて、サーモンが、サーモンが小さすぎて、うん、怖かったんですよね、見るのが、うん、悲しい内容すぎて、まあ、1リットルの涙もそうやっちゃうけど、若干怖さもあったけど見てましたね。何ですね、サーモンさん、なんちゃらの、何見たことあるよねって、何、サニーって強い気持ち、強い愛、日本のやつね、へえー、すごい、人生つらいって思ったの初めてかも、なんで何があった時の B さん、容疑者、容疑者、何の容疑者、容疑者 X の検診、何よ、え、ずっと見たことないやつなの。初めて見たその題名。セカチュウはさ、あの見てました、あ、余命10年さ、あのもそれ友達に勧められたけどまだ見れてないです。あ、ガレリア見たことある、まあ、だだだだら、ここにある、14歳の母、ないかも、ないかも、ないかもな、僕はセカチュウ知らないって。これまた最愛って曲がりやっばいタイミングで来る。最愛はね、そうなんね、途中まで見てたら実に面白い、それ余命10年は菅田将暉さんじゃない、あれ違ったらごめんね、みんな、あ、曲、最愛って曲、ごめんなさい、ごめんなさい、ドラマかと思った、へえ、ね、ドラマってほんとすごいよね、あの音楽かけるタイミング素晴らしくない、ごめんなさい、最愛ってドラマあるからさ、すみません。あ、坂口健太郎さん、ありゃ、はにゃ、チュチュチュルルル、
タタラララララララ。ドラマはね、どんどん素敵なドラマが増えていきますよね。なんか気に入ったドラマはもうね、めーちゃんこ見てしまいますね。そのまま何回も見るタイプです。一度気に入ったら沼ってしまったら何回も見ます。サイレントもめっちゃ見たな、もう。うん、サイレントめっちゃ見た。小松菜奈さん、あ、そうやっけ、忘れてた、分かんない。よし、そろそろランキング読もうかな。そろそろね、皆さんランキングを読んでいきたいと思います。はい、13位は、待って、森、これはなんてお読みしたらいいんですか、そのまま読んでいいのかな。森さん、ごめんなさい、あの間違ってたら超失礼なので、森さん名前教えてください。森さん、ありがとうございます。森さんでいいかな。ルヌルヌルヌヌヌ、森さん、ありがとうございます。12位はイングランド共和国さん、ありがとうございます。11位はゴッちゃん、ありがとうございます。10位はプラハタハさん、ありがとうございます。9位はショートさん、ありがとうございます。8位はコウイチさん、ありがとうございます。7位はカラスのカーコアットマークルーマニアさん、ありがとうございます。6位はワサピさん、ありがとうございます。5位はカズニさん、カズニさん、ありがとうございます。4位はナーラブさん、ありがとうございます。3位はナーアットマークのーちゃんが1番、サラちゃんが1番、ありがとうございます。2位はリボンさん、ありがとうございます。そして1位はヤス1983さんでした、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。クレアさん、森クレアさん、ありがとうございます。クレアさん、ありがとうございます。はい、というわけで皆さん、今日も見てくださってありがとうございました。さんもみんなに癒されました。それではありがとうございます。皆さん今日もゆっくり休んでください。せーの、空のんじゃんけん、じゃんけんほい。みんな夜遅くに見てくださってありがとうございました。そしてそれではまた明日お会いしましょう。おやすみなさい、バイバイ、ありがとう。